ちらがルージュピエールドゥルアサールの方ですけど、今つぼみの状態でこういう感じです。大きいとこ取ったとこ、つぼみが並んでます。はい、今日は2020年5月15日です。ちょうどね、ここ、この部分、一番真ん中を切ってるんですよね、ここ。ここですね。で、ほら、周りに同じぐらいの大きさで咲いてますよね。かわいい感じで、このカップ咲きのね、ようになってますけども。で、今日ね、雨が今からいっぱい降るんですよ。で、この赤いバラって本当ダメになっちゃうんです。で、あ、このつぼみの状態、このこれもね、多分ねダメになりそうな気がするんですよね。もう雨の量にもよるけど、なんかすごい今日から明日にかけていっぱい降りそうなんで、つぼみはね、今下の方にも調整したやつあるんですけどね。で、ここは絶対ダメになるなと思って、こうわーって咲いてるところね、本当は取りたいんですけどね、ちょっとこれどうしましょうと思って、家にハサミで切って飾るか、もうこのまましとくか。でもね、山本 X 使ったしね、雨に打たれても平気かもしれないなんて勝手な思い込みかな、迷う。とりあえずこのまましてみましょう。どんな状態になってしまうか、やっぱりダメになるかな、切っといた方がいいかな、迷うな、迷う。皆さんならどうするんです、切りますかね。やっぱね、切るって人が多いだろうな、絶対ダメになるよな。はい、では切ることにしますね。あ、何これ、なんか枝食べられてるの、これ中連鉢の卵とかじゃないの、これ違うのか、もう切っとこうかな、なんか変な枝になってる。はい、では切ることにします。ここは一番上のこのブーケの部分は切りますね。はい、こちらの写真は、カットして瓶に生けている写真です。無事に、ここは玄関なんですけど、玄関で、綺麗に咲かせることができました。やはりカットして正解でした。そしてこちらの写真は、先日アップした、根性のあるミニバラのオーバーナイトセンセーションを、カットして、一緒に瓶に生きていた時の写真です。こちらも私の玄関でしばらく可愛く、ルージュピエール・ドゥランサールと一緒に瓶の中でいてくれました。はい、今日は2020年5月26日です。はい、これもね、あのつぼみ摘来した分ですね。ルージュピエール・ドゥランサール、こんな感じでこう花束のように綺麗になってますね。これも雨に打たれて負けずに綺麗に咲いてくれましたね。この辺がちょっとこう、もう咲いたらちょっと汚くなってるかもしれないけど、意外に遠目に撮ったりするとあのそれなりに咲いてたりもあるけど、これはどう見ても汚いかな雨でやられてしまいましたね。ね、そういうことですね。これも撮ったやつですね、大きいのね。今から咲く感じで、まあ、こういう感じですよ。だからブーケのように咲くっていうのが、こうパッと見た時にやっぱりこうなってる方が綺麗だと私は思いますね。はい、ルージュピエール・ドゥ・ロンサールでした。はい、こちらの写真が、つぼみの時の写真なんですけど、最初にカットしたお花のですね、もうつぼみの時からこう綺麗ですよね。やっぱりこうちゃんとバランスが取れてて、やっぱ摘来をしてったらこういう、なんて言うんでしょうね、つぼみの時から見せてくれるっていうんですかね、本当に美しいなって思いますね。はい、
で、このバラはですね、オープニングで使用している一番最初に咲いたルージュピエルドロザールですね。あまりにも綺麗だったので、もう早速オープニングでね、もう使ってました。お気づきの方もしかしたらいらっしゃったかもしれないですね。はい、では、今日はこの辺で終わりたいと思います。よろしければチャンネル登録、評価ボタンの方も押してください。お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。かさこまでした。ありがとうございました。